皆さんこんにちは、明石市医師会の上野です。今日は急増する心不全についてお話ししたいと思います。心不全が急増しています。日本における死因別死亡者数はがん、心疾患、老衰、脳血管疾患と続きます。2番目に多い心疾患の中で最も多いのが心不全です。日本における心不全患者の総数は2010年で約100万人で年々増え続けており、2020年には120万人、これからも高齢化に伴い年に1万人ずつ増えていくと考えられています。病院のベッドが心不全の高齢者でいっぱいになり、救急の患者さんが受け入れられなくなることも起こっています。さて、心不全とはどんな病気でしょうか。一般の方々はニュースで〇〇さんが亡くなりました、死因は心不全でしたという形でよく耳にすると思います。しかし実際にはどんな病気か正しくは理解されていないのが実情です。そこで一般の方々向けに分かりやすい心不全の定義が作成されました。心不全とは心臓が悪いためにむくみや息切れが起こり、だんだん悪くなって生命を縮める病気です。少し分かりやすくなりましたか？心臓は全身に血液を送るポンプの役割をしています。この心臓に障害が起きると、血液が送り出せなくなって血圧が下がる、体がだるくなる、また血液が体に溜まったままになって体がむくむ、息苦しいなどの症状が出てきます。はじめのうちは無症状ですが、病気が進展すると急性の心不全を起こし、お薬や入院など手術の治療で改善しますが、良くなったり悪くなったりを繰り返すうちに徐々に進行していきます。年に何度も入退院を繰り返すようになるとダメージが溜まっていき、命に関わる重い病気です。心不全の5年生存率は大腸がんのそれより悪いと言われています。心不全をよく知らないためにむくみや息切れなどの自覚症状があっても心不全と気づかずに放置し、悪化させてしまう人も少なくありません。心不全の直接の原因は高血圧、心筋梗塞、心房細動などの不整脈、心臓の弁の不具合などの心疾患です。これらの心疾患には高血圧や糖尿病、高脂血症などの生活習慣病が深く関連しています。心不全の診断には胸部 X 線や心電図といった一般的な検査のほかに、血液中の BNP という心臓に負担がかかると心臓から出るホルモンの値や、心臓の形や大きさを調べる超音波検査、心エコーが有用です。むくみや息切れ等の自覚症状が出たら、かかりつけの先生に血液検査で BNP を調べてもらい、異常値が出たら一度循環器内科を受診して心エコー検査をしてもらいましょう。心エコーは心不全の原因やタイプ、つまり心臓の収縮が落ちているのか、広がりが悪くなっているのかなどの治療に直結する情報が得られる大切な検査です。次に、心不全のお薬ですが、心不全の治療薬は ACE 阻害薬、ARB、アルドステロン拮抗薬などの心臓を保護する薬や、脈拍を下げて心臓を休ませてあげるベータ遮断薬、尿を出すことで負荷を減らして心臓を楽にする利尿薬が主に使われます。心不全とうまく付き合うには、薬を飲み忘れないこと、バランスがよく塩分を控えた食事をとること、塩分を取りすぎると体に水分を溜め込むことになり、心不全を悪化させます。一般の人の約半分の1日6グラムに抑えるようにしましょう。次に、適度な運動、息切れしない強さで
会話できる程度の運動を主治医と相談しながら行いましょう。禁煙摂取、風邪をひかないこと、そして心不全の症状が出たら早めに医師に相談しましょう。そのためには体重、血圧測定、むくみや息切れなどの症状を毎日確認し、心不全手帳につけるようにしましょう。かかりつけ医や地域の核となる病院、そして看護師、薬剤師、介護スタッフなど地域のみんなでチームを組んで心不全の治療と予防に取り組んでいます。きっとあなたの支えになりますのでご相談ください。最後にまとめです。高血圧、糖尿病、高脂血症などの生活習慣病は心不全のリスクです。放置すると心疾患をきたして心臓の機能が悪くなり、むくみや息切れなどの心不全症状を生じます。心不全はだんだん悪くなって生命を縮める病気です。そうならないように生活習慣病のコントロール、心臓疾患、心不全の治療をしましょう。むくみや息切れなどの症状があれば一度循環器内科を受診しましょう。